ドカンルーム。鹿児島ユナイテッド FC サポーター部、マッキーのロッカールームです。鹿児島ユナイテッド FC スタジアム DJ のマッキーです。今日も一緒にユナイテッド応援していきましょう。今日はユナイテッドフライデーです。もちろん今日もですね、今日スタジオでは私ユニフォームで生放送を展開しております。応援メッセージもねお待ちしていますよ。さあ今日は鹿児島ユナイテッド FC の三宅海斗選手のインタビューです。どうぞ。ユナイテッドサポーター部、マッキーのロッカールーム。今日はですね、こちらの選手にお話を伺います。では自己紹介お願いします。背番号41番三宅海斗です。お疲れ様です。お疲れ様です。八戸からの移動で疲れてないですか？大丈夫ですか？そうですね、青森だったんで結構遠かったですね。だいぶ遠かったですよね。はい。まずちょっと前節から振り返っていきたいなと思いますが、はい、明治安田生命 J3 リーグ第26節になりました。アウェイでバンラーレ八戸と戦いました。1対1という結果になりましたけれども、この結果は三宅選手いかがですか？いやー、まあもったいない試合だったというか、絶対勝ちたかった試合だったですけど、やっぱり最後の決めるところで決めれなかったっていうところですかね。確かにもったいなかったな。まあ、勝ち点1取れたというプラスの意味もありますし、もちろん勝ち点3取りたかったところの勝ち点1だったっていう意味合いもありますし、ただこの勝ち点1取れたというのは三宅選手のゴールで引き分けとなったというところだと思いますけれども、 PK で得点しましたね。はい。あのシーン振り返っていかがですか？まあ、打つとこは決めてたんで、ずっとだからまあそこまでもう落ち着いてましたね。結構ぬかるんでて。あ、そうだったんですね。はい。まあでもコーツはまっすぐだったんで。うん。最近三宅選手トップ下での存在感を見せてますけれども、トップ下でのこの起用っていうのはいかがですか？あー、チームにとってはすごい、いいポジティブな材料だと思います。個人としてはやっぱりたくさんボールを真ん中で受けてさばいてっていう、いろんなところに顔を出せるので、やっぱりそこは自分が中心になれるので、まあ楽しいですし、まあ、サイドにいる時よりかはたくさんボールに触れるのでいいかなっていうふうに思います。確かに三宅選手があそこにいることで相手はちょっと嫌なんじゃないかなって思うんですよね。まあ、そうですね。嫌、な嫌だと思いますけどね。嫌なそのポジションはどこかっていうのを常に考えてポジション取ってるので、やっぱりあそこの中途半端というか最終ラインとボランチの間ってやっぱり相手もつきづらいので、そこいかにうまく中途半端な位置を取れるかっていうのがチームにとって大事なことだと思うんで。そうですよね。やはり足元もすごく上手ですし、何をしてくるかわからないっていうところが三宅選手の魅力ですよね。そうですね。まあたまに仲間も騙しちゃいますけど。そうなんだ。仲間まで騙しちゃうところがあるんですね。仲間もびっくりですね、それ。そうですね。おおみたいな。お互い、おおマジかみたいな。そっか、なんか本当に面白いプレーでワクワクさせてもらってます、いつも。本当ですか。うん。そしてなんか、やはり今シーズン、まあ、合流も遅れたんですけど、今このあと4試合っていうところでチームには欠かせない存在になってるんだなっていうのを感じますが、ご自身はどうですか？まあ、やっぱり出遅れた分、やっぱりチームの力になりたいっていうのがすごい大きかったので、こういう今現状としてチームの中心になれてるっていうことは自分にとっても今後プラスになると思いますし、残り4試合頑張りたいなっていうふうに思います。なんとなくなんですけど、鹿児島への愛着って湧いてきていらっしゃるような気がして。ああ。え、どこで思います？そんな。顔？顔？なんとなく私のイメージですけど。まあそうですね。まあやっぱり2シーズン目ですし、やっぱり安定してきたというか、環境にも慣れて、そこは、なんだろう、もうピッチでの中に集中できる環境が自分に
にとっては整ってる感じだったので、今シーズンはやりやすかったかなと思います。さあ、この後ですね、激走クエスチョンというコーナーがあります。はい。その後また次節について意気込みなど伺っていきたいと思います。はい。はい。ではじゃあ、行きましょう。激走クエスチョン。今からですね、質問を私パスし続けますので、はい。ワンタッチでどんどん私に返してもらっていいですか？はい、わかりました。はい。激走クエスチョン、レッツ。ハードワーク。ニックネームを教えてください。カイトです。動物好きという情報がありますが、犬派ですか猫派ですか？猫派になりました。なりました。へえ。栄養やお料理にもしっかり興味を持たれて取り組んでいるという情報があるんですが、三宅選手の得意料理を教えてください。得意料理、なんだろう。とりあえずもう栄養いっぱいあるやつをとりあえずごちゃ混ぜにして最後味付けする感じなんで。サポーターネームユナイテッドつよしーさんからの質問です。トップ下での出場を重ねていますが、サイドの時より意識していることはありますか？その真ん中で受けたら人も多いから、やっぱりできるだけすぐ離すボールを、そうですね、一回チームとして真ん中につけて相手を密集させて、うん、で外が開くんで外に持って行ってっていう感じで相手をこう集合させるみたいな、うんうんうん、引きつけといて、そう引きつけて、いや取れるって思った瞬間にはたいて裏っていう感じで、あれですね、テクニシャンですね。一応頭使ってやってますね。ぬこさんからの質問です。髪色はまた明るくする予定はありますか？金髪も似合ってましたよって。そうですね、まあまた言われる数が多ければまたやろうかなっていう感じで。じゃあサポーターネームテイヌさんからの質問です。石津選手と仲良しとお聞きしましたが、今でも連絡を取ってますか？もう毎週のように取ってますね。そうなんだ。はい、週末は電話してああだったねこうだったねっつって。どんな話をしますか？どんな話、やっぱサッカーについてですかね。んー、じゃあテルボーちゃんからの質問。三宅選手のプレーを見て毎回ワクワクしています。三宅選手の夢を教えてください。夢はやっぱり、まあ個人としてはいろいろあるんですけど、やっぱり毎試合楽しむことを心がけてますね。無人島に一緒に行くとしたらチームで誰ですか？いや、中村健人しかいないですよ。それはそうですよね。そうですよね、確かに。もうずっと一緒ですね。いや、もうずっと一緒一緒ですね。一緒、もう結婚ですねこれね。あいつ結婚してるんですけど。じゃあ最後サポーターに一言。まあ引き分けましたけど、この間の試合はやっぱりホームで勝ちっていう結果をにつなげられたらなっていうふうに思います。はい、以上激走クエスチョンでした。猫派になったってどういうことですか？実家が犬飼ってて。はい。それで、猫に触れ合う機会があって、うん、こっちに来て。へぇ、なりました。飼ってるわけではない。はい。猫のスタンプよく使うという情報も聞いております。いや、もう誰からすか、それ。石津選手とは毎週取ってるんですね、連絡を。そうですね、毎週試合の後とか次の日とかに、まあ、暇なんですかねあいつ。確かね。もうなんかあれでしょうもね、石津選手のインタビューの時にも兄ちゃんみたいな存在だって言ってましたよ。もう5個離れてるっすかね。いや、でもいいなんかこうコンビなんだなって思いますね。そうですね。ね、わかりました。激走クエスチョン以上になります。さあ、次節はホームゲームになります。11月14日日曜日、FC 今治戦13時キックオフです。先ほどもちょっとお話ありましたけれども、勝利を届けたいというお話ありましたが、今回やっぱりどうしても勝ちたいという思いが強いんではないですか？ホームっていうのは特別ですし、やっぱり子供たちもたくさん見に来るので、絶対に負けられないと思ってますね。多くのサポーターがもうすでにチケットを求めてくださってるってお話もありますもんね。
今シーズンずっといい時も悪い時もサポーターの皆さん応援してくれてると思いますが、サポーターの皆さんにメッセージをいただけますか？そうですね、やっぱり毎試合毎試合応援してもらって、それがピッチ内で自分たちの力になっているので、まずそこの応援してくれる人たちに対して、全力でプレーしたいと思いますし、やっぱり結果もこだわらないといけないですけど、やっぱり一人のサッカー選手として子どもたちに夢を与えられるようなプレーをしたいと思います。本当いろんな方にワクワクを届けてますよね、三宅選手のプレーって。あ、本当ですか。本当にそう思います。なのでたくさん私たちもワクワクさせてください。まだまだ、はい、頑張ります。楽しみにしてます。ではユナイテッドリクエスト、ユナリクになります。どんな曲聴くのかな、楽しみです。どんな時聴く曲ですか？どんな時だろう。ちょっと心を落ち着かせたい時とか、そういう時に聴きますね。聴く曲なんですね。では DJ カイトさん、曲紹介をお願いします。どうぞ。清水翔太でプロローグで。今週末も頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。